上です。4対1、アタランタ大差で勝ちました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。アタランタとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アタランタ3点差をつけ快勝です。